皆様成人おめでででとうごござざいいまますすすのの今治市は玉川町の出身二十、えー、歳になりました皆様へのメッセージをということでお話をいただきましたけれどもうんそうですねもう一つ言えるのは、まあ、学び続ける時代になったぞということですかねあの高校や大学で学んだことなんかもどんどん時代が変わっていきますから もうとにかくねあの、学び続けていかないといけない、自分をね、こうアップデートをし続けないといけない、まあ、そんなことはあの気をつけていただけたらと思いますね。あの私も実はオンラインの学校にね、いまだに通っていてね、自分を頑張ってね、こうやってアップデートしてますけれども、あのぜひ皆様もこう学び続ける気持ちを大切に、自分の興味、関心をね、大事に人生を豊かにしていってください。